おはようございます。ジネと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。休職期間中っていうのはね、まあ傷病手当ってものが一応はあるんですよ。やっぱりそうしないとだって生活が滞るじゃないですか。先日やっぱね、この時期になってきますと、3月とかになってきますとですね、自動車保険の更新とか、火災保険の更新とかが来たわけですよ。よくよく考えたらまだね、こう一人暮らしして、まあ1年2年ですか?なんでその存在を知らなくて、まあ見ました。はい。更新のね、打額がね、飛び出るよね今回使うのはですね、よく考えたら今まで使ってなかったわみたいなキングオブキング、わかりますよねこの3体。あーごめん、ちょっと待って飛ばしたぞこいつ神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。リテイク、スライム、メダルスライム、スライムベース、キングオブキング。むしろ今までなぜ紹介しなかったのかなって思います。はい。いや、ねえ、今、合体モンスターのガンソ中の元祖ですよ。言ってしまえば。ただ、あまりでも元祖すぎて使われなかったというと何と言いますか。そうです。なぜかキングスライムです。スライム3体ならウルトラスライムだったんだけどな。さあ、合体モンスター中、元祖中の元祖、キングスライム、いざ出陣です。よくよく考えたら、なぜ今までね、実況で使わなかったのか、みたいなレベルですね、確かに。うちの合体モンスターといえばね、なんか、鬼コンボみたいな感じでありますもんね。はい、鬼コンボ、そんなインパクトは強くなかったんですけど。ただ、筐体で見るこのキングスライムをね、迫力ときたら、たまったもんじゃねえ。行くぜ、スーラースクリューイエーイ。あれこんなもんよ。いけ、いけ、力を貯めて飛び上がる、イエーイ、ぐるぐるぐるってすごい回転してる、回転力がすごいけどさ、やっぱ元祖中の元祖。どうしても、これ鬼コンボと同じ課題なんですよ。火力足んない。さあ、キングス頑張ってくれ。今、メタルキングね、この作品では1枠モンスターなのに、なぜキングスライムはこんな3枠なのかなっていう疑問もありますけど、はい。いや、スラスクリュー一応回信率ね、そんな高くはないです。ちょっと待って、やめか、やめて、早速弱点疲れたな、君、綺麗に。ダメなんですよ。実はキングスライムですね。属性耐性、やめて、やめて、やったー、危ねー。キングスライム、属性耐性は比較的優秀なんですけどね。行くぜー、スラスクリュー、はい、あれなんで、なんでそこやねん、やかってないの。属性耐性はそこそこ優秀なんですけど、炎属性がダメです。本当に炎属性はダメです。もうどんぐらい食らうかっていうと、元の威力のね、もう 1.2 倍みたいなぐらいで食らってくれるんで、大丈夫かな、んで君たち。あ、大丈夫。ネビラ。はい、ネビラの。あんま変わんないかな、ギガデインとネビラこれ。うん。とにかくネビラ打っとけいい。もうキングスライム1のモンスターが2レジェンドのさ、最終期のガッツスペシャルカード使って何事やねん。キングスライム自体は結構早めのアタッカーにはなるんで、まあ、打撃弱点とかいうね、どっかのね、やつと違うんで、まあ、安定した戦いは見込めるんじゃないかと。例えばまだカードがあんま揃ってないよとか、魔物使いレベル1だよって人はとりあえず使うとしては別に弱い性能ではないんだけど、まあ、それ以上に強い存在がいたかな。いけいけスラスクー、炸裂うせーのイエーイこいつずっと回り続けんねんな。さあ、もうキングスライムの能力自体は実は一番高い能力はですね、賢さなんですよ。またまあどっかのね、なんかね、誰かに名前覚え出せないですけど、あいつはまだ力が高かったんですよ。で、デスラッシュしてたんですけどね。こいつに至っては本当に賢さが一番高いっていう、なんかどっかのグレートだけと同じことになってますね。はい。まあ、救いなのは、力は160なんですよね。ワーストではないです。いけ!飛び上がる、ちゃんといいとこ狙ってんねんで、いや、賢い賢い。大丈夫だ。
160しかない力だからね、低いね。うん、低い。まあ、どっかのシューティングスターよりよっぽど出てんだけどさ。賢さが一番高くて何の得になるんでしょうかね、合体モンスターは特に。これグレートドラキーの時も思いましたよ。その賢さなんでどっから活かせねえのかなみたいな。別にキングサイオンもなんか呪文ぐらい打てるだろうっていう。あと、特筆すべきは回避率ですね。まあ、身の守りとか素早さも別に悪くはない数字なんですよ。キングサイム。本当にバランス型。うん、カードに見るとわかる。あとは特筆すべきはね、回避率かなと。18% です、回避率だなと。なかなかこれ避ける部類ですね。18% って言ったらもうだから草原森のアルミラージとかそのあたりと同じぐらいの回避率になってくるから、まあ、かなり高い部類なんですけど、おい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 言った瞬間避けてくれる見せてくれんね。いけ回心率とりあえず、お前、技の回心率はかなり低いから素早さなんとかしろ。そう、こいつ技の回心率は全然ないっすよ。いけサスキル炸裂せーのよいしょ実はそんな、鬼コンボよりは回心率低いっすよ。いくら素早さが低かろうがな。あ、どの投げですか。まあ多分大丈夫。どっちにしても大丈夫です。まあ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 。はい、リーサルポチッと。だからね、ぶっちゃけ言うと、うん、弱い部類に入りますね、これは多分。全体的に見ると。ただまあ、回避率もあるんでね。決して弱いモンスターではないと思います。他が強すぎるだけです。お!やった、魔王だ、続くぜ、この動画。いや、なー、これ無道じゃん、無道こう、無道って大丈夫かな?メラゾーマぐらいかな、不安予想は。この先の方が俺は怖いんだけど。さあ、無道にとりあえず開幕とどめの一撃を浴びせて、こっから光の玉を、とか、うまいこと使いつつ、大魔王につなげていけたらと。まあ、本来大魔王カードを使っての合体はね、うわー待ってーキングスライムは炎ダメだったさっき言ったでしょ。嫌な予感がする。いや、暗黒耐性があるから大丈夫じゃない?いやっほー暗黒耐性のおかげなんとかなったら、あ、しよ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 かったよかったよしよし。危ない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 。これが火の息とか激しい炎とか、もし無道が使えたら終わってたぞ、お前。瞬間移動。やばいなこれ。あ、まあ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 、さすがに大丈夫だ。属性耐性は優秀な方であるからな。どっかのね、キングミミックとは違うんですよ。暗黒に弱え、どっかの箱とは違えんだ。ほら、あれなんなく避けられ、空転。ちょっと頑張って、なんなく避けられ、空転なんてやめて。ほらやったそのパターンできたか。出ましたね、スラスクール。実質問題、まあ、回心率が 10% ぐらいになるんで、まあ、あ、出ないわけじゃないです、決して。うん。奇数だけも大処理を入れるかな、みたいな。一瞬難なく受けられ、空転しとったけど、よくやった。さあ、大魔王戦だぞ。怖いな。いや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 、相手って不足はねえな。確かに、言っちゃえないわ。さあ、シンデスターですか。シンデスターとなると、確定防御ができるっちゃできるんですよ。ただ、2ターン目のダブルテイルの方が怖いと今判断しました。状態上も怖いよな、でも。1ターン目の状態上確定防御、または2ターン目の打撃確定防御なんですけど、ダブルテイルの方がさすがに怖いよな。硬さあ、怪しくなってまいりました。2のね、赤目に、キングスライムが挑みます。さあ、フリーゾーン怖いよ。これね、止まってほしくない。避けてもいいよ。おーっしゃーそれはマジ見事、お見事お見事お見事、拍手喝采大喝采。ここは任せよ、大防御大丈夫だ。ここなら確定防御できます。どっちが来ようが確定防御になるんで、これはでかいよ。もう言っちゃえば、シンデスタムーマっていうのは高攻撃鉄カード R が存在しないんですよ。その分攻撃は激しいけどね。3ターン目だけです、使うとしたら。なので、うまいこと耐え切ってとどめボーダーに持ってけさえいけばって感じですけどね。頑張れー!回心欲しいねー。回心欲しいなー、これはこうなってくるとなー。確定防御?ここは確定防御して次からですよねー、問題は。3ターン目の凍てつく波動を引きたいところではある。言っちゃえば。3ターン目フリーズ本引いて、どうだろう ?HP の割に耐久力はあると思うんだけど、なかなか、どうだろう
フリーゾーンか。大丈夫かな。これ怖いな。お、いいねいいよ、ちょっとね、ねえねえねえ、すごくいい。お、溜めて飛び上がる。さあ、もう多分ね、これ耐久大丈夫だと思うんだ。耐久大丈夫だよね、もう。こんだけ、よけたしね。ナイスナイス。どうしよう。これね、ワンチャン、デスタムアル弱点をつける、スラスマッシャーもありかも。で、ちょっと勇気調整しますね。5ターン目までに貯めればいいだけなんで、1回スマッシャー打つ余裕あるだろう。スマッシャーどんくらい出んの？弱点じゃないの？いけー！発射ー！おらー！うーん、いいねー！よく当てたわ、てか。これなら、え、待って、え、ちょっと待って、えー、え、え、やばくね？こんなくらいの？待って待って、え、待って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 。一回受けないとダメだね。避けましょうや！痛い！あー！え？この5ターン目、敵の攻撃を耐えれれば勝ち。待って、スラス、スクール、ごめん、当てて。いけ！いけ！あー、あと一回、あと一回、あと一発欲しいな。あと一発欲しいな。スマッシュでも勝ったんだけどま。いけ！飛び上がる！よし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 ！さあ、相手の攻撃を耐えれるか。おっと、相手の攻撃、耐える耐える耐える。お前なんだったら避けてもいいよ。今日のお前は待ってんだ。ねうねしてる。あれ、こういうやつうねうねするんだ。あいや、キングという話を聞きまして、この方も来ました。あれ、お前の名前なんだっけな、なんだっけ、なんかキング、なんかキングって名前聞いた、なんだっけ、お前の名前なんだっけ。お互いキングの名をね、博した者同士の戦いです。このキングスレイマーはもう初期の初期からいるんですけど、あの名前を思い出せない、なんか悪魔、まあ、なんか悪魔の王みたいになってるやつは2の後期にいますからね。スペック的にはちょっと不利かもしんないけど、もしかしたらさっきの回避みたいなのをポンポン連発すればありますね。さあ、まずはね、来ましたね。ポットで行け！スタートです、ラッシュ！大丈夫かな？どんぐらい？はい！まあ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 、400いってないならまあまあって感じですかね。暗黒の力を羽ばたき込む！わい、避けたー！そうそう！そうそう！キングセーブの 18% の回避ってやばいからね、ぶっちゃけ。いや、ガタンさん 18% やべえな。いや、1体しかいない中で、避ける可能性が高いっていうのはね、本当に強い。バーバラでも証明してるんだけど、1体しか的がいない状態で回避率あるって結構脅威なんだよな。プラチナキングだよ！やったー！お前いけるぞ！スクリュー連打で、あるぞお前。2のね、なんか、ま、一応2ではあるからね、あいつ名前わかんないけど。名前わかんないけどね。溜めて！飛び上がる！さあ、スクリュー！でも、あんなカーダル1の時は頑張ってたよ、お前。怒りの魔人に負けとったけど。飛び上がるー！さあ、優勢よ、HP。ただね、こいつね、持ってんすよ。炎攻撃。来たかー。暗黒と炎合体。暗黒火炎弾！いやー、これやばいか？うわ、840！ でもそんなに勝ってない！まだ大丈夫だ！まだ、まだまだいける、まだいける、まだいける。もうそんなもんじゃない。そうか、暗黒強えもんかも。そうだ、キングスネーム暗黒強えもん。お前、暗黒火炎弾とか言って暗黒入れてるからだ。あはははおい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 、もう見てらんねえわ、お前の。お前の攻撃見てらんない。誰だこいつ、しかも弱そう。なんか弱いしな、なんか。しかもなんかさ、戦っててわかるもん。なんか弱いんだよね。なんかそこら辺の雑魚的みたい。なんか。勝てるぞ、お前。これ次のターン。だって、キングサイバー走ったら終わりじゃん。そうだよ。次のターン走って勝ちだよ。翼的には、キングサイム上取れる可能性は大いにある。こんなポットでやってしまえ！女キング、なんだポットの名前わかんないやつで負けるわけねえじゃん。来たわ、終わるわ。え、嘘でしょ。ちょっと、そう、ちょ、待て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 、それでいいのか、デーモンキング。なんでこうなってんの？